しかいない。トリオをさ、別のスタートにさ、みんな炙り出すためにさ、落とすやつ。A クラスとかやるかも。いや、やってないよ。うまいんだろ。連勝、連勝を狙ってると思う。なんかね、配信企画で全勝とかなんかやってるとかだとダーティーな道入るかもしれないけど、上手なんだ。この有名クラスって、あのあれの。真ん中はあそこは使うエリアなんだわ。
あそこは大人として判断できるやつだけどね、あれは。大人としてプレイできるやつ。やばいよ、これもう。俺のところに来る確率高そう。間に合わせてねえわ、俺を。かといって、もうすぐは回してくれないっていう。浮かぶもんや。俺だろ先はよ。いやもうさ、クズプレイヤーってもうこうだもんな。クズプレイヤーってもうほんとクズってこうだから、最低だから。自分だけ考えて、俺んとこに来るべきじゃないだろどう考えても。もうダメだよな、クズプレイヤーって。自分しか見えてないの、クズ野郎って。切れるよな。俺の遠くだろ、誰がどう見たって。俺の遠くに行かない、俺の近くに入って、俺がしかも回復してる人なのに味方を裏切って、味方をピンチにすんの。敵が衛兵使ってくることが分かるから。だから俺は来るなよ来るなよ来るなよって言ってんの。クズプレイの特徴は自分が助かればいい、味方のことを考えない。味方を救うの、治療してる味方を守るの、動きが俺の位置にならないの、絶対に俺の位置にならないの。味方を守るためには、ほんとクズ野郎って。自分しか考えてないから。真ん中の位置をしかも回してるっていう。真ん中ってさ、使わないだろ、端使うんだよ絶対に。本当すげえだろ。これは行かない。絶対に小屋の方に行かない。衛兵があった場合、ヒット量までダメージ食らうから。で、発電機回せねえだろ、やってなくて。あれだもんな、やってなくて。トーテムが当たるとか、こういう時に何もできない。元気になればなるほど仕事ができないのが、ドラ。元気になればなるほど仕事ができない。いやー。もう問題だって、立て直せないじゃん、これで。俺の問題じゃないよ、真ん中の位置を使って。シェリルのやったプレイ大問題だよ。ヒット量の人は負傷なの。
化石時代の配信者の真似事をするな。二人よくあるやつでしょ。旧石器時代の配信者がなんか言ってたようなことをやるんじゃなくて、今は令和の時代は俺が合ってんの。俺のとこに来ちゃいけないの。ビット流の人を守らなきゃいけないの。チームプレイなの。負傷者で治療し合えばいいっていう、もう本当に恐ろしい異次元プレイヤーなの。何年前の配信者のそのライブ動画でも、あさって見てんの、動画でも見てんのっていうぐらいの勢い。だって、俺、ああなるでしょ？俺もう予言して言ったよ。来るなって言ったよ。治療してる人がそこにいて、そこに来るやつどこにいんの？なすりつけなの、あれ。こいつは意図しないかもしれないけど、なすりつけなの。だから怒ってんの、最低だって。なすりつけなの。ツイッターならメール送りたいね、メッセージ送りたいんだけど、僕にはしねえけどね。動画見ろ、神プレイヤーの言ってることが。わからないか、これが。スーパースターが言ってることは合ってるの、俺が言ってることは。ヒロちゃんが言ってることってもう真っ当なことを言ってんの。真ん中の位置を強引に回すっていうのも、その信じらんねえし、俺からすれば。あそこは回せる意味は、やばかったら逃げないといけないの。誰かが来ないということはないんだから。基本的に配信者が進めてることって間違ってることが多くてね、そもそも正確に言うと、その配信者が間違ってるのか、見てる人が取捨選択ができなくて間違ってるのかがよく分かんないんだけど、見てる人が取捨選択、その人が例えばパーティーとかやってるとか、腕がすごい上達して上手な人とかっていう条件があるのに、それを真似するとかやってたら、ヒロキさんが自分がその上手な人には上手な人のレベルに達してないのに、そのプレイやってもチグハグになってダメだってこともあるんだけど、個人的にやってるならやべえよなって。誰かの真似してんだったら修正しないといけない、どっちにしろ。キラーが来ない場合にはいいけど、キラーがキャンプ飛んでる傾向がある場合、衛兵とかなんか遠距離まで使うような場合は離れてあげるんです。で、ビットリオの人のを守らないといけないんですよ。ベリルは逆の位置に行くんです、絶対に。ビットリオンどこに行って治療し合いましょうって、で、俺まで倒されるっていう。あれ見て自分でどう思う？ベリルの人のプレイがひどすぎて、ビットリオンの人が怒るに決まってんだろ。チームプレイじゃないの。仲間を見捨ててる、仲間に対するなすりつけなの。俺のはしょうがないじゃん、あの真ん中使うのは。逃げねえやつが悪いじゃんって話だ。わかる？ね。必ず、絶対に100キャンプトンネルがない場合に、治療し合うの、負傷者同士で近くで、ピックの近くで、100ないとかっていう確実性がものすごい高い場合にやること。そうじゃない可能性が、トンネルの可能性がある場合にやってはいけないの？デルキア撃ってる人の近くに寄っちゃいけないの？どんなに苦しかろうが、やったらその人までやられちゃうの。チームプレイをしないといけないの。自分がたとえやられても。チームプレイができてないの。状況を見てゲームする。ここは一応残すかもしれないから。状況を見てゲームする。テレのプレイが最悪なの。100近くトンネルがない場合に、俺んとこにいて治療し合うは合ってるの。来ないんだから。可能性がある場合は来てはいけないの。ビット領の人が困るから。
自分しか見えてないやつは一番邪魔なの、このゲームで。だってああいう風になるからね。まあ、勝って当たり前、これがヒロじゃん。